てくれるかしら。準備しなくちゃ。ここに机を置いて、ここに椅子を2つ、薬の自販機はここで、診察券入れと診察ルーレット、体重計も置いて、身長計を隣に置く、小物入れに小物を並べて、できたわ。みんな来てくれるといいけど。つくも来たよ。待ってたわ。診察券をここに入れて。はい。ここに座って。はい。最近調子はどう？変わったことは特にないよ。そう、じゃあまずは身長を測りましょう。ここに立って。はい。どう？身長はいい感じね。次は体重よ。はい。いい感じね。よかった。次は視力を測りましょう。はい。これは上。これは右。これは卵。最後下。よくできました。次は熱を測りましょう。はい。平熱ね。診断結果を出します。それ元気。やった。元気っと。じゃあ今日の診察は終わりよ。つくも先生ありがとうございました。診察券忘れないでね。はい。一人終わりね。つくも先生来たよ。いらっしゃい。診察券をここに入れて。はい。ここに座って。よいしょっと。最近調子はどう？元気。よかった。最初は身長を測りましょう。ここに立って。はい。身長は大きくなったわ。うん、大きくなったわ。次は体重よ。どうかな。標準ね。よかった。次は視力を測りましょう。はい。これは左。これは上。これは卵。最後右。よくできました。次は熱を測るわ。はい。平熱ね。診断を出します。それ元気よ。やったー。 BB も元気っと。これで診察は終わりよ。つくも先生ありがとうございました。診察券忘れないでね。はい。次は誰かしら。先生だ。待ってたわ。診察券ここに入れて。はい。ここに座って。よいしょ。最近調子はどう？なんだかお腹がギルギルする。その割には元気ね。とりあえず身長を測りましょうか。ここに立って。はい。身長は伸びたでしょう。そうね。次は体重よ。オッケー。ちょっと重いんじゃないかしら。そうかな。次は視力を測りましょう。おいさん。これは下。これは右。これは卵。最後上。よくできました。次は熱を測りましょう。はい。平熱ね。お腹の調子が悪いって言ってたけど、昨日何食べた？ハンバーグとラーメンとオムライスとウインナーとグラタンとミートボールとチョコレートとケーキと。なるほど。診断を出します。それ食べ過ぎ。今日は控えてね。じゃあ今日の診察は終わりよ。先生ありがとう。診察券忘れないでね。あ、危ない。あとはノイズだけね。ノイズ来ないわね。ゴホゴホ、ずいぶん体調悪そうじゃない。ゴホゴホ。熱を測りましょう。ゲホゲホ。高熱じゃない。診断します。それスペシャル。スペシャルって何やるんだ？まずは注射よ。いきなり嫌だ。それいってー。よくなるためよ。次は何だ？薬飲んで。わかったぜ。ごく。ベッドで休んでいきなさい。はい。下は患者さん来るかもしれないから上に行ってね。よいしょ、よいしょっと。うわ、まだなんかあんのか。起きたら下に降りて自販機で薬を買っていくこと。わかった。めんどくせえ。じゃなかったらもう一回注射よ。いやだ。今度から健康診断の日はちゃんと来てね。ぐぐぐぐぐ。注射するわよ。わかりました。今日はそんなおもちゃはハンドソープの小玉クリニック。診察ルーレットがあったり、他にも小物がたくさん。みんなも遊んでみてね。クイズタイム。クモリンは何と診断されたでしょうか。答えはコメント欄で書いてね。あの後もいっぱい食べちゃった。そうだ、ダメじゃん。そう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 。どうしたのクモリン。新しい友達ができたんだ。え、本当？ヤッホー。ヤッホー。僕はサンサン、6歳で太陽の男の子。君の名前は？サンサンくんだ。私はアンリル、小学3年生の元気な女の子。好きなものはケーキで、特技は追いかき。かわいいでしょ。かわいい。僕たちよりお姉ちゃんなんだね。アンちゃんって呼んでね。僕たち毎日おもちゃで遊んでるんだ。知ってる知ってる。 YouTube やってるんでしょ。よく見てるよ。おお、ありがとう。いろんな思い。ビビッときた。そういえば
ことはサーシャ君も。気になるな。あ、ここにいたのか。ロクちゃん、やっほー。やっほー。私 YouTube 始めることにしたの。サンサン君みたいに可愛いおもちゃを紹介するんだ。ロクちゃんもやらない？よっちゃん、今日からやろう。話が早い。みんな、この動画の説明欄からアンビルチャンネルに行けるからね。この青い文字だね。ぜひチャンネル登録してね。こっちは私たちの LINE だよ。友達になってね。コメント欄でも同じように書いておくね。上の青い文字がチャンネルで、下が LINE か。たまに僕たちとも遊ぼうね。もちろん。あ、うちの自己紹介忘れてた。うちはアンの友達で関西出身。アンはお絵描きが得意だけど、うちは、はいはい、ここまで。まだ途中や。アンビルチャンネルで私たちの自己紹介するよ。もっと喋らせてよ。今日の夕方にも動画を出すんだよね。早く見てみたいな。みんな、アンビルチャンネル、略してアンちゃんもよろしくね。うちが得意なことは、そうだ、ナンバー。あれ、なんかすごいライン来てるな。めっちゃクモリン送られてきてる。僕たちのラインスタンプ出たんだ。スタンプ出たんだ。僕たちのスタンプどうやれば使えるのと。あ、記録ついた。いや、スタンプ出たのは分かってるんだよな。よくないよ。スタンプの使い方教えて。それはこっちのセリフだよ。もう、 LINE スタンプが発売開始したらしいわね。らしいんだけど、クモリンが使い方を教えてくれないんだよ。それならサンサンキッズ TV の LINE から簡単に買えるわよ。やだ。いや、クモリン、まずは僕たちと LINE でお友達になってもらうんだね。動画のコメント欄から僕たちと LINE で友達になれるよ。下に行って、これね。この青い文字を、うわ、 LINE サンサンだ。追加してね。これでもうサンサンとお友達。そうだよ。このトーク画面にこういう画像が出てくるわ。これを押すんだね。ポチー。ほら、出てきたでしょ。おお、簡単に買えるね。お金がかかるから大人の人にいいよって言われてからスタンプを買ってね。私たちとの約束よ。クモリン覚えた。いっぱい使ってちょうだいね。ぜひ僕たちとの LINE でも使ってみてね。今日のお絵かき、毎日みんなのお絵かきを楽しみにしているよ。みんなにも紹介するね。このボタンを押してね。ポチー。ベルを押すと新しい動画をお届けするよ。